はい、どうも、ホソピーです。さて、皆さん、お久しぶりでございます。だいぶ更新頻度がね、空いてしまって申し訳ありません。iPhone 人気ランキングということで、すでに12月に入ってしまったんですけれども、まあ、11月版まとめていきたいと思います。ここ最近の私の近況はですね、まあ、iPhone 以外にもちょっと手を出しておりまして、はい、こちら、カメラは Pixel 6 Pro というところで、アウトカメラで撮っておりますけれども、まあ、Android 機種もですね、まあ、iPhone を、まあ、メインで使うってことは、まあ、ほぼね、変わらないとは思うんですけれども、Android を少し導入することで iPhone の良さをさらに知っていく、まあもしくはね Android の良さも知ることができるというところで Android スマホもまあポツポツね紹介していきたいと思っております。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで、まあ、ランキングいつも10位からやっているんですけれども、10位から6位まではですね、今回は、ま、サクッと行きましょう。というのも、まあ、先月からね、変わりがないというところになっておりますけれども、第10位ですね。第10位は iPhone 8。そして第9位も変わりなし、iPhone 12 Pro。まあ、このようなランキングになっているというところで、次が第8位ですね。第8位は iPhone 13 Pro Max。13 Pro Max。大きい方の iPhone の最新版。というところでね、まあ、13シリーズも徐々にですね手に入りやすくなってきているというところで、まあ、13 Pro Max ね入っております。そして次が第7位ですね。はい、第7位は iPhone 11ということで、11もですね、まあ、アハモとかを中心に、まあ、結構安くね、販売されております。まあ、乗り換えがね、前提にはなりますけれども、アハモで結構安く購入することができるということですね。そして、第6位。はい、iPhone 13 mini。まあ、13 mini はね、ここに端末がありますけれども、ミッドナイトということで、かなりいいカラーになってますけれども、まあ、これが第6位ということになっております。まあ、10位から6位までね、おさらいしておきますけれども、まあ、こんな感じということですね。まあ、ここに関してはもう、ランキングの変動というのはあんまりね、なくなってきているなという感覚はあります。ということで、第5位からね、じっくり解説していきたいと思います。はい、では早速いきましょう。第5位いきましょう。第5位ですね。第5位はこちらです。はい、iPhone 13 Pro でございます。13 Pro に関しては、まあ、先月からね、ランキングを2つほど下げておりますけれども、13 Pro ね、3位だったんですけれども、今回5位まで下がってしまったということでね、はい、こちらでございます。iPhone 13 Pro。私はですね、これシルバーね、購入してるんですけれども、まあ、久しぶりにこういうね、なんていうのかな、Apple らしいというか、まあ、シルバー、昔からある色になりますけれども、ちょっと白っぽいね、ホワイトっぽい感じではあるんですけれどもね、はい、プロモデルということで、サイドのフレームがステンレスフレームということで、ピッカピカでございます。13 Pro はね、やっぱりね、ランキングこそ、まあ、5位ぐらいになっているんですけれども、まあ、iPhone シリーズの中で、まあ、今最新バージョンですけれども、これの、まあ、最強と言ってもいいかな、とにかくね、バランスがいいですね。6.1 インチという、まあ、サイズの割にやや重いっていう特徴はあるんですけれども、何しろね、性能は最高にいいというところ、まあ、3ヶ月、まあ、2ヶ月半ぐらいかな、使ってきて、まあ、それは本当にね、強く思うところということですね。では、特徴見てみましょう。どうぞ。はい、2021年の9月24日発売ということで、まあ、3ヶ月目に突入している、丸2ヶ月ちょっとはね、経過してきております。メイン端末としてずっと使ってきておりますけれども、まあ、不満としてはやや重いっていうのはあるんですけれども、まあ、画面輝度は非常に明るく見やすいし、今回ね13 Pro シリーズで初めて搭載されましたプロモーションディスプレイ、最大 120Hz ということで、画面のなんていうのかな、切り替わりっていうのかな、それが従来の 60Hz の最大2倍のですね120Hz に対応しているということで、非常に満足度高い、そういった端末になっております。で、今作は Pro Max ね、大きい方のものと性能としては全く同じ、まあ、ディスプレイのサイズが違ったりだとか、バッテリーの搭載容量が違うとかっていうところはありますけれども、まあ、言ってみれば最強の端末、最強の iPhone ということになっております。はい、ということで、これがですね、今月の第5位ということですね。はい、では次行きましょう。今月の第4位ですね。第4位はこちらです。はい、iPhone 12でございます。iPhone 12に関しては、先月からランクを一つ上げまして4位に上がっているということですね。まあ、このね、1個前の機種がですね、結構いろいろなサブブランドとかでも、まあ、安く買えるようになってきたりだとか、まあ、この12月とかね、1月2月というところで、学割が新しく始まってきたりっていうと、売れ行きがですね、加速していくような傾向にあります。去年も、確かね、この時期にね、iPhone 11だったりとかが、まあ、売れ始めているっていうところもありますからね。ドコモとかね、au とかの、まあ、本家のブランドでもですね、U30、30歳以下の方を使用者にするとですね、割引が入ったりだとか、そういうのもやってますし、UQ モバイル、Y モバイル。
こういったところも5歳以上18歳までの人をね、使用者登録することで、家族全員にですね、割引が入ったりだとか、まあ、こういうね、施策もやってきておりますので、まあ、かなりですね、この12とか、まあ、1年前のモデルでも iPhone って全然使えますし、iOS のサポート期間も非常に長いというのも特徴でありますから、少しね、値が下がっているのであればですね、1世代前、2世代前でもいいよっていうユーザーはかなり多いのかなというところで、まあ、12ね、やや上昇中という感じになっております。特徴見ていきましょう。どうぞ。はい、2020年の10月23日発売ということで、一応昨年はですね、まあ、感染症の影響でですね、発売は従来よりもね、少し遅れた発売日ということになっております。で、チップは A14 チップ搭載ということで、まだまだ現役でバリバリやっていける性能を誇っているということですね。で、標準モデルであっても 6.1 インチの有機 EL ディスプレイということでね、非常に発色よく、画面の明るさも十分であるという、そういったディスプレイを搭載しております。で、まず生体認証に関してはね、顔認証のみというところなので、まあ、ここに関してはね、まあ、マスク時代の今ね、使っていくにはちょっと不便かなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、ここの評価はね、非常に分かれるところかなというところです。で、カメラは広角と超広角の二眼体制なので、まあ、これはですね、非常にね、使いやすいかな。まあ望遠がなくてもいいかなっていうユーザーにとってはこの二眼構成でやっていけるんではないかなというところです。で、ここに書いてある通りどんな用途でもそれなりにこなせる万能 iPhone 6.1 インチというね、標準的なディスプレイ、取り回しもいいし、まあ、ゲームをやろうと思ってもね、画面が小さすぎるということもないということと、あとはサイズの割に結構軽いというところ、これもね iPhone 12のかなり大きなセールスポイントかなというところです。で、 Apple Store 価格でこれ載せておりますけれども、13が発売になったことによってまあ、値が下がっているよということになっています。ただまあ Apple Store で購入する場合には13との価格差がまあそこまで大きくないというところで、まあ、それぐらいだったら最新のもの買っちゃおうかなっていう流れが大きいのかなと思います。キャリアでね乗り換えてもいいなとか、まあ、そういうふうに思ってる方はそちらの方がですね、値引きを大きく引き出せるのではないかなというところです。はい、ということで今月第4位ね、 iPhone 12でございます。はい、ではここからは上位3位の発表ということで行ってみましょう。第3位行きましょう。第3位はこちらです。はい、 iPhone 13でございます。はい、手元にありますけれどもね、 iPhone 13我が家にあるのはピンクということで、ピンクね結構ね今回売れているっぽいです。このピンクとスターライトかな、まあスターライトってホワイト系なんですよね。まあホワイトというかシルバーというか、まあそのカラーが意外と売れているというところになってますけれども、はい、この13シリーズ大きな特徴としてはこのカメラが縦に並んでるんではなくて斜めに配置になっています。で、カメラレンズが非常に大きくなったことによって、まあ、スペースの都合上斜めに配置した方がね、まあいいというふうになったんでしょう。あとはまあセンサー式手ブレ補正かな、前作の最高級機種 iPhone 12 Pro Max にしか搭載されていなかった、センサーシフト式手ブレ補正が、まあ、今回はですね標準モデルにも全てね搭載されているということになっております。 iPhone 13はね非常に優秀です。12が優秀だっていうところで、それをさらにですねスペックを上げてきて、電池持ちも良くなっていて、画面輝度も上がっているというところで、まあ、万能 iPhone のもう最高峰にいるのが iPhone 13かなというところですね。では特徴ねさらっておきましょう。どうぞ。2021年の9月24日発売ということで、まあ、今年の iPhone に関しては全てこの9月24日に、一気にね4機種発売ということになってますけれども、最新のね A15 チップを搭載で 6.1 インチということで、しばらくねこの 6.1 インチというねサイズ感は使ってきておりますけれども、 Apple はこれを、標準サイズと位置づけているのでしょう。で、有機 EL ディスプレイ搭載というところで、先ほど触れた通りですね、画面輝度、画面の明るさね、特に屋外で使うときに、まあ、前作の625ニットっていう数字だとややね暗めかなと、ちょっと足りないなっていうところだったんですが、それが802トという数値まで画面の明るさねアップしてきているというところ、これはねかなりね見逃せない大きなポイントです。で、生体認証はもう顔認証のまんまです。で、これもまあ精度がね特に前作から上がっているとかそういったものはないですけれども、まあかなり精度高いです。真っ暗な部屋の中でもしっかりと認証することができますので、この Apple のねフェイス ID というのはかなり優秀なね生体認証であるというのは間違いないでしょう。で、カメラ性能はね二眼構成ということで、広角と超広角、変わってはいないんですけれども、さっき言った通りですね斜めにね配置になりまして、前作よりもさらに、レンズは大きくなっているというところ
で画質はアップしているというのは間違いないということですね。はい、ということでどんな用途でもそれなりにこなせる万能 iPhone、 それなりにっていうところはね、まあ、相当使えるっていうふうに置き換えてもいいぐらい iPhone 13は優秀というふうになっています。どのねスマートフォンで、ね、買ったらいいのかなってね悩んでる方はとりあえず iPhone 13を買っておけばですね、まあ、満足度としてはかなり高いかな。何かが著しくダメだっていうことがなくって本当に万能です。何でもこなせますというところね、カメラ、ゲーム、動画視聴、普段使い、携帯性、重さというところに関してもね、まさにですね非の打ち所がないと言ってもいいのかな。まあ、価格自体はね決して安いとは言えないですけれども、これだけの性能を備えているのであればですね、まあ、これぐらいの価格はしょうがないかなと思わせるぐらいのですね、まあ、価格設定というふうにね私は思っております。ということで今月第3位ですね、 iPhone 13でございます。はい、では次第2位いきましょう。第2位ですね、今月の第2位はこちらです。はい、 iPhone 12 mini でございます。こちらにありますけれども、はい、我が家にあるのはパープルということでですね、まあ、ややプレミア感があるカラーになっておりますけれども、発売当初にはねこのパープルの用意はなかったんですね。で1月ぐらいだったかな、年明けてから、確かね新色ということで追加されたカラーになっております。当初ブルーを使っていたんですけれども、わざわざですねこのパープルが欲しいというところで買い替えたというね、まあ、そんな経緯があるんですけれども、まあ、これから買う人はですね、まあ、このパープルを狙ってみてもいいのかなと思いますけれども、この12 mini、なんとですね2位までね上がってきているということで、まあ、先月から一応順位は変わってないんですけれども、まあ、投げ売り一括セール祭りというところで SE がね、かなりね長らく売られていたというところで、だんだんですね今この12 mini に流れがね変わっているようなね、まあ、そんな感覚があるんですけれども、まあ、私もですね見かけたところで言うと、まあ、端末をこう返す系のプログラムを組んだ時に、2年間は端末代はね1円だけ払っておきますと、1円だけ払ってプラス通信料を払うことでですね使うことができます。で2年後にはこれを返さないといけないけれども、返すことで残りのね支払いをチャラにしますというね、こういう売り方がここ最近流行ってきているかなというところですね。あとはまあ一括で128ギガ、今まで64ギガだったんですけれども、128ギガの容量もですね乗り換えありきですけれども、乗り換えて一括で3万5、6000円とか、まあ、こういう金額で購入することもできるようなね、そういう施策もポツポツ出てきているようです。まあ、これからまあ12月入りましたし、1月とか2月とか年度末に近づいていくとですね、スマートフォンの販売ね、かなり力入れていくはずですから、まあ、額割とかも合わせてですね、購入されるとかなり安く運用できるし、端末代もですね、まあ、負担が1円で済むとか、まあ、こういう状況で買うことができるというようなね、条件整っていきますから、まあ、そういったものもね、狙っていくといいのかな。週末とかだと、ヨドバシ秋葉とか都内行けばですね、ほとんどの店舗で返す系ではあるけれども、128ギガとかでも端末ね1円ずつ払っていくと、まあ、合計24円で2年間使えるよみたいなプランで購入できるチャンスっていうのはかなり多いのかなというところです。では12ミニ特徴見ていきましょう。どうぞ。2020年の11月13日発売ということで、2020年に出た iPhone 12シリーズのですね、まあ、後発組発売ということですね。 A14 チップ搭載で、画面サイズは 5.4 インチというところでかなり小さいです。でこの大きさ、SE の第2世代が 4.7 インチのディスプレイになっておりますけれども、それとですね、まあ、0.7 インチ違うんですけれども、 YouTube とか見るときにはですね、同等と思ってください。縦画面でフルで見るときにはですね、フルディスプレイタイプに変わってますから、非常に大きく見えるんですけれども、 YouTube とか動画に関してはね、そこまで大きく変わらない、まあ、全く同じと言ってもいいでしょう。ただ液晶から有機 EL ディスプレイに変わっておりますので、まあ、その点ね、発色がいいとか見やすさというところに関しては、まあ、液晶よりは上かなというところです。はい、でカメラは2眼構成ですね、広角と超広角、カメラ性能としては iPhone 12と全く同じということですね。画面サイズだけが違うよというところです。で iPhone SE 第2世代よりも小型で、しかも軽量なんですよ。重さはなんと 133g ということで非常に軽いです。で13が発売になったことによって、12ミニね、 Apple Store で購入する金額もですね、最安 69,800 円というところでかなり安くなっております。ただ今は Apple Store で買うよりも、まあ、乗り換えとかねしてもいいんだよという人であればですね、家電量販店とかね、私もですね野島とかでも見ましたけれども、やっぱりこう買い付けありきで、月々1円の負担でいいよみたいな、そういうね売り方はかなり多くのところでやっております。はい、ということで今月の第2位ですね、 iPhone 12 ミニでございます。はい、ではいよいよね、1位
行きましょう。1位はですね、もう不動でございます。はい、こちらです。iPhone SE 第2世代でございます。こちらまた1位ですね。これもうね、1年以上多分1位の座を、変動がないんではないかなというところでね、SE すごいですね。ただもう SE も、まあ、ドコモなんかもね、11月の18日前後ぐらいで、確かね、まあ、乗り換えありきのその割引っていうところの対象から外すっていうニュースが1回出たんですよ。1回出たけれども、やっぱり SE は、外しませんっていうところで修正が入ってですね、12月になっても今もなお一括のセールというのはやられているようですね。どうやらまだやっておりますということで、おそらく在庫がなくなるまではやろうかなっていう、まあ、方針に切り替えたのかもしれませんね。かなりの数が、あったかとは思うんですけれども、徐々に在庫の底が見えたのかなというところです。なので、これを売り切ってしまおうという状態になっているのかな。で、まあ、一人一回戦とか、違う店でね、すでにもうやられてる場合には、同じ名義だともうできないっていうような情報がね、回ってるみたいですね。私もね、もうすでに一回やってるんで、別の番号でやろうかなとかって思ってもですね、ヨドバシの店頭で、まあ、聞いた場合にね、おそらくダメだっていう、言ったんだけれども、どうやらできるっていう噂もありつつですね、まあ、ちょっと情報がその辺は錯綜してますけれども、まああまりね、一人の方が何回も何回もね乗り換えるっていうところはちょっとね危険かなっていうところはあるので、まあ、私はもうこれ以上ね SE の一括1円とかっていうところをまあ狙っていくことはないんですけれども、まだやられてない方、一回もやってない方はですね、まあそういったところでまあ購入されるのがいいのかなというところです。はい、では特徴見ていきましょう。どうぞ。はい、2020年のね4月24日発売ということで、まあ、いよいよね SE の、まあ、次世代モデル、なんか SE プラスとかっていうね名前でちょっと出始めてますけれども、まあ、それがこう見えつつあるので、まあ、年明けちゃうとそっちの話題でもう取られちゃうから、 SE 第2世代は、まあ、いよいよね年明けぐらいから落ちていくのではないかな。12ミニがね1位の座を奪っていくのではないかというふうに私はなんとなく思ってるんですけれども、まあ、そんな端末ということで、 A13チップ搭載なので処理性能はね全然問題なしで、先ほど触れた通り 4.7 インチの液晶ディスプレイというところと、指紋認証、マスク時代においてねやっぱり指紋認証でのロック解除ができるっていうところに魅力を感じる方は多いかなというところです。まあそこというよりかは、まあ、ほとんどね価格なんでしょうけれどもね、シングルカメラだったりだとか、バッテリー持ちは非常にこう難がある端末になってますけれども、そういったところをまあ打ち消すぐらいのですね、まあ、端末の安さ、まあ、一括1円とかだったら全然いいでしょうと、サブであれば全く問題ないでしょうというところで買われる方はたくさんいるのかなというところです。はい、ということでね、 SE に関してはこのランキング動画で必ず出てきてますから、これ以上ね説明する必要がないっていうぐらい皆さん聞いていると思いますけれども、まあ、SE 第2世代ね、まだね乗り換え一括1円とかをね、適用させたことがない方はですね、まあ、在庫が、まあ、そこをつく前にですね狙ってみるのもいいのかなというところで、ということで今月も第1位ね iPhone SE 第2世代でございます。細Pチャンネル。はい、ということで本日は iPhone 人気ランキングということで、12月に入っちゃったんですけれども11月版ということでやってみました。はい、ということでですね、まあ、今月はですね、まあ、iPhone よりも私はなぜか Android に注目しているというところで、Android 機種のレビューも、まあ、うちのね iPhone ほぼ専用チャンネルみたいになってたんですけれども、まあ、そういったところで Android スマホに関しても少しずつ取り上げていこうかな。で、私の目的としては Android スマートフォンを使うことでですね、よりですよ、なんかいやらしいんですけれども、iPhone の良さを体感したいというところがねあるんですけれどもね、まあいい意味でね Android の方が超えてる部分っていうのは全然ありますし、 iPhone の方がやっぱりいいなと思うこともね当然あるんですけれども、それをですねあえて使うことで体感するっていうところは、まあ私もやってみたいなと思ってますからね。もうちょっと iPhone のみ扱っていくとですね、まあ飽きてしまうっていうところもね、ぶっちゃけありますからね。はい、ということで、ランキング動画、今後はですね、ちょっとね、今買うべきとかね、iPhone 8 の人が今買うべきものは何なのとかっていうところにも、まあ派生してちょっとやっていこうかななんてね、思っておりますけれども、まあこの動画役に立った、面白かったと思っていただいた方ね、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。